お疲れでよオはい、始まりました。えー、お疲れ様です。山田ジャックです。<laughs> え、ね、ルークさん、あのー、ね、バイクで事故ったみたいでね、えー、お大事にってことで、僕もバイク乗るんで、えー、まあまあ、注意しながらね、<laughs> あのー、うん、交通安全には気をつけてるんですけど、あのー、本当にルークさん、顔をすごく綺麗に治られてね、 めちゃめちゃ、めっちゃ肌きれかったですよ。<laughs> え、ほんまにどこ事故ったんですかみたいな感じでね。えーあ、でもやっぱりこうね、いいジェルを僕も教えてもらったんで、えー、ちょっと使いたいなと思いますけども。はい、えー、ね、世間は、あれですね、もう、エリカ様、エリカ様、ね。まあでも、ね、僕にとってのエリカ様は、 シシドエリカですからね、えー。シシドエリカでピンときませんかね、えー。アジャコングさんなんですけどね。やっぱりあの感動をもらえたのは、確かにパッチギのね、映画であのエリカ様もね、えー、感動を与えてくれましたけども、それよりもやっぱり僕は、えーね、アジャコング大ブル中野のカナミデスマッチ、えーね これの方が感動したということは言うておきたいなと、えー、思っておりますけどもね。はい。えー、さあ、えー、今週も、えー、生放送でお送りし,しています。えー、ね、だいぶ寒なってきましたけども。はい、えー、ちょっとね、あのー、 また、えー、僕、僕に連絡取れる方、どんだけ、なんやねん、それ、えー、ツイッターやら、えー、ね、フェイスブック、えー、インスタグラム、あと何、えー、ミクシー、ミクシーをやってへんわ。はい、えー、ダイレクトメッセージ、ね、えー、LINE とかね、いろいろこう、僕も SNS とかいろいろやってますからね、もう、なんとかこう、今の、ね、あの、なんていうの、 昨日というか、昨日というかその、まあまあ、メカですよね、メカ。<laughs> メカになんとかついていこうと僕ももう48歳、必死で頑張って、ね、えー、もうでもね、もうぶっちゃけもう、メカに弱いんで、あのー、もう、ええわーってなりたい気持ちもあるんですけど、なんとか、令和、元年、えー、48歳。 メカについていこうと頑張っておりますけども、あの、<coughs> えー、それに <coughs>、僕のね、えー、メカに、皆さん、えー、メッセージください、ぜひ。ね。はい。はい。えー、さあ、えー、ね、お便り来てたら読みたいと思います。ということで、えー、はい。えー、あ、尿送水が。 <laughs> ね、えー、尿送水は今週はちゃんと聞いてるよってね、えー、はい、あの、メッセージくれてますよ、ね。あの、ぜひぜひ、あのいっぺんね、あの、ライブにもね、えー、尿ス水っていう人のね、あの、怖くない階段っていうジャンルを、 今、生み出しそうとしてますんで、まだ、黎明期ですけども、あの、ぜひね、一度この怖くない階段っていうのをね、えー、聞きに来てくださいよ。僕のライブに尿送水出てるんでね。うん。怖い階段は刺したら、怖いね、階段刺したらめちゃめちゃ下手ですよ。<laughs> 全然怖ないから。だけどね、やっぱこう面白い、あの、ね、あ、あ。 なん,かな,んかなんか階段怖くなかったなっていう階段やらしたらむちゃくちゃ日本一なんでぜひ、えー、来ていただきたいなと思っておりますはいえー、ねいろいろ、えー、メッセージ、えー、くれておりますね、はい、えっと先ほどなんかメッセージくれてましたねあはいはい えー、毎度お馴染み、連邦の白っぽいのさん、ありがとうございます。本当に、ね、ヘビーレスナーで、あのー、いらっしゃってくれて、ね、あの、聞き逃したから YouTube で、早く聞きたいから、聞きたいから、お願いします、みたいなね、あのー、すごい熱心すぎるんで、すごいなとね、えー、思っておりますけども、えー、ジャックさんこんばんは。はい、こんばんはです。えー、先週のお笑い老流の話、 はい。ウォーキング中に聞きましたが、思わず吹き出しました。<laughs> あの暑い中、笑いを取るのがどんだけしんどいのか、わかってへんのかーいって言いたいですね。座ってる客より、立ってる演者の方がはるかに暑いのを理解してほしいと思うばかり、願うばかりですと。ありがとうございます。僕らの心、心の叫びをね、<laughs> 言っていただきましたけども。 はい。あのー、選手のね、あの、あのー、その、老流ね、あの、な、中最中に、えー、何やろね、あれも女子大生ぐらいのお姉ちゃんがかな、もうなんかこう芸人に、今の風潮としてね、こう芸人に突っ込み入れる、生の、テレビに突っ込み入れるのはわかるけど、あのー、その芸人をいじるというのがもう、なんか、えー、当たり前になってきたみたいな空気があってね、 で、老流でも僕らみたいな名前の売れてない芸人は結構素人さんから結構舐められるんですよね。で、ツッコミを入れられたりするんですけども、えー、この前一番今までできつかった、えー、ね、えー、お笑い老流です、て呼び込んで、えー、お笑いやってて、えー、終盤になってお客さんからはいはいはい質問みたいな感じで手が上がったんで、何ですかって聞いたら、 お笑いはいつあるんですかって。<laughs> むちゃくちゃ俺へこんだっちゅうね。ねえ、そんな、えー、ことも、こともね、ある。そんな中で鍛えられてね、頑張ってやっておるんですけども。はい。<coughs> あの、ねえー、のっけから、まあまあ、その、まあ、しど <laughs> しどい、ししどいりかちゃうわ。あの、沢地、沢地エリカのね、 えー、話もそうですし、その、なんやね。なんか、えー、あの、たけしさん、ビートたけしさんもなんか、あの、お弟子さんにね、あの、告訴されたみたいでね、うん。あの、えーな、まあまあ、お弟子についてる最中の、その、えー、ね、たけしさんと、まあまあ、離婚されて今新しい、 奥さんというか愛人関係なんかな彼女というんですかねの人と一緒に、えー、ね設立した会社のなん、えー、ですかね女の人女性とたけしさんにこうまあまあ弟子についていた時にこう受けた精神的ダメージみたいなのをね、えー、まあまあ告訴してますけどももうなんていうかなうん。 あの、良くも悪くもなんて言うんですかね。もうそういう時代なんでしょうね。あの、そそれはもう、たけしさんが、ビートたけしっていう、超、超、超大物まで、その、なんやろうね。まあ、弟子についてる、素人じゃないけど、まあまあ、弟子から、まあ、ある意味のいじり、いじられる。もうなんか、さら、さ、え、ら、ー、されるというか、 ねえー、もういろんな、この、冒頭にも言ったけど、そのメカの機能が発達してるからね、えー、もうすぐスマホで録音、何でも録音とか、現場証拠とか、これね、事件とか、そういうことに使われたらめちゃめちゃね、証拠にもなるし、えー、いいことんやんなんやと思うんですけども、なんかこう、 ね、発言とか、そういうのに、もう、こう、なんやろうね、<laughs> もうな、油断でけへんみたいな、ええー、その、なんていうの、うん、あのい、い、生きるのに、この、ポンって、なんていうの、し、失言とかも、そらね、人間やからあるんですよ。それとか、あんな超大物なんか、超大物なんか、 <coughs> そらもうプライベートも豪快やし、そらもうむちゃくちゃやってるからこそ、なんやろな、その、すごいっていうところもあるんですからね。それをこう、さらされてっていうのはね、まあなんか、うん、まあまあ、今のコーラからしたらそれが当たり前やんって、えー、いう意見も、意見の方が圧倒的なのかもしれませんけども、 まあまあ僕48のどっちがいたらもうね、えー、昭和の生まれのね、えー、人間から言うたらまあまあなんかこうさ、寂しいなあとは思うんですけどね。<laughs> まあ、それは政治家なんか悪いことしてるそんなものね、証拠とかはあげてどんどん晒してほしいですけども。でもまあまあ、なんか 昔の政治家とか面白かったじゃないですか。そは多分ですよ。もうむちゃくちゃ悪いことしてたと思うんですよ。もう今やったら一発アウトぐらいのこととかも日常茶飯事であったと思うんですけども、ねえ、なんかおもろかったなっていうのがあったしね、えー。そういう時代、なんか時代のせいっていうのにするの嫌やねんけど、 もうほんまにそういう時代なんでしょうね。えー、もうなんかこう、ああ、ね、ああ、豪快やなーっていうか、無茶しようなーっていう、えー、人間がそれを許されない時代にはなってきたなーとは思っております。いやはり山田ジャックもね、どっちかと言ったら結構若い時無茶してた芸人の部類になるんでね。うん。 よー、よー、そら問題起こしたし、よー、あの、小竹芸能時代なんか会社と揉めてたし、うん、まあ、もう今やったら、もうこの発言かって一発アウトかもしれんけど、よお客さんともトラブル、トラブル、今トラブルー言ってしまう、ね。<laughs> ちょうど1年前で、いや、もうちょうど20年ぐらい前の話ですよ。えー、もうね。 あのー、お客さんと揉めたりとか、もうそんなんして、えー、ね、えー、してきた芸人ですんで、人間ですんでね、えー、今の令和、令和組に寄り添って、えー、発言するのはなんともこう、うん、ねぶっちゃけちゃうやろって思われるんですけども、まあ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 、そういう時代じゃなくなってきたなと。うん ね。<laughs> 無茶するけど、そので、ね、えー、さら、さら、さらして、なんぼなとこがあ,あるんですよね、芸人って。だから、さらされる、さらすのはええねんけど、それを、ああ、たけしさんやったらしゃあないとか、えー、ね、もう芸人さんやったらしゃあないとか、それがもう許されないんですよね、きっとね。うん。まあね。 え僕もね、あの、一番、まあまあ、まあまあ、近い弟子の鼻毛のおばちゃんのことはよう、晒してますけどね。<laughs> 全然、あのー、ね、小物すぎて、鼻、えー、毛のおばちゃんのね、裏の顔を晒しまくってるんですけど、全然炎上しませんからね。<laughs> まあ。もっと有名人やったらね、もう、そんな、もう、 ねえ、タバコ吸ったあかんでって言うてるね、ね看板の下で堂々とタバコ吸ってるとかね。そういうのとかさらしたら、もうすごく炎上するでしょ。そんなん面白いな思ってね、炎上商法やったろう思ってやっ、仕掛けてるんですけどね。もうあのー、やっぱりこう、ねえー、なんていうの、売れてないっていうのは本当に悲しくて、えー、そういうね、えー、ことすら、うん。 炎上しないというね。うん。ええー。まあね。<laughs> だってこの前もあの、サンデージャポンかね、サンジャポ、あの、爆笑問題さんの、あれでね、沢尻エリカのこととかも話してましたけども、あの、西川先生ですか俺あんまり好きじゃないんですけど、あの、ジョイオールじゃないですか、ジョイ。<laughs> ね。あの、西川先生がね、 もうその自分も,もうまあまあ芸,能芸能人タレントやから、えーもうままあ、まあマスクしてふ普段でも結構怯えながら生活してると、えーあのー、誰も通ってない、えー、赤信号でも、まあ、ぶっちゃけそんなんお俺なんて誰もいない深夜とかでの赤信号やったら僕無視して渡ってますよ。 <laughs> 言うたった <laughs>。だけど、やっぱあのクラスになったらね、やっぱりもう、いつ誰が、その、ね、証拠のカメラとかで捉えるか分かれへんから、もう絶対ルールは守る。もう、ちょっとしたもんのポイ捨てもできない。ね。うんもう、なんやら、もう本当にルールの中でしかもう、プライベートまで生きれない。 で辛さっていうのをねちょっと言うてましたけども本当に、えー、そういうことになってきてますよね,、うんねえー、まあまあね本当に難,難しいちょったらおかしいけど、えー、だからもうにルールの中でしかなんやろねもうできなくなって ってきたら、もう、なんやろな、こう、突っピ押しもないみたいなね、えー、うおーっていうような、えー、なんやろう、大物って言ったらおかしいけど、その、ね、す、すげえやつみたいなんがもう、出てこへんようになんね。これからはもう出てきにくいんやろな、というのを、気がしますよね。うん いやだからそういう時代やからこそ逆にね、もう鼻毛のおばちゃんにはもう、もうだって、 あと人生あんまりないんですから。もう、ここはね、あの、ツイッターでね、あの、なんか、えおばちゃん気取りやってる場合じゃないんですよ。もう、どんどん、もう、ポイ捨て、タバコのポイ捨て <laughs>、どんどん、この、禁煙って書いてるところで、バンバンタバコ吸うとかね。そんなんを僕がもう、思いっきり喋るんで <laughs>、あの <laughs>、ね、どんどん上げていくんでね。 えー、そういうなんか、あのー、大物感みたいなね、<laughs> えーえー、をどんどん出していきゃえ,ええんちゃうかなと、えー、そのために僕は日夜努力して、花毛のおばちゃんのことは監視してますし、えー、花毛のおばちゃんの、えー、ほ、あのー、ね、裏の顔 <laughs>、ね、えー、はバラしていきたいと思いますよ、これからもね、<laughs> 怒ってんねやろな、今ごろね、はい。 ええー、17分ですね。えー、えー、まあまあ、その、大物って言ったらおかしいけど、感動を与えるみたいなんで言うたらね、こう、あの、この前の、ええー、土曜日にですね、その、この岸和田の、えー、並切ホールというところで、えー、ミュージシャンの竹原ピストルさんのね、えー、コンサートに、えー、行ってきまして。うん。これが何やろう、その、 まあ言葉の、やろうね、パズルって言ったらおかしいけど、その、竹原ピストルさんの言葉の世界、歌詞の世界っていうのが独特ででしてね、もう、コンサートで、僕ちょっと泣いちゃいましてね、よかったわ、なんか、たったあれですよ、ギター一本だけでやりはるんですよね。 ナミキリホール結構広いですよ。でも超満員で、もう多分あれ、あれでしょうね。チケット多分売り切れてはったんでしょうね。うん。あの、なんとか僕は、えー、入ることができまして、えー、見させていただいたんですけど。いや、何がいいってね、あの、僕結構その、コンサートとかライブとかね、まあまあ好きな方で、若い時はよう行ってたんですよ。それこそもうブルーハーツだとか、えー、ハイローズだとかね。 えー、まあいろんなライブ行きましたよ、今はあの清志郎さんも行ったし、えー、いろんなライブ行ってきましたけども、やっぱりこうライブってね、あのー、<coughs> 立ち、立って、えー、演奏始まったら、もうみんな総立ちになって、えー、っていうね、ねあのー、独特の,その空気感って言いますかね、うん、もうそれがね、多たぶんしんどいんですよ、僕はね。 <coughs> で今回、竹原ピストルさんどうしようかな思って、もう多分立つ、立つのしんどいし、ねえ、あの、って思ってたら、あれですね、あの、竹原ピストルさんの、えー、ギターだけの、この、コンサートはね、みんな、あの、立たないですね。うん。あの、何が得えても、そこが良かった、もう、もう、いちいちね、その、ライブやから、 あのたなあかんとかね、そういうあの固定観念はなあのやめにしてほしかったんでね、僕は。あのねあの、それぞれ自分の楽しみ方で楽しんだらええやんって思ってたんで、えー、この座りながらゆっくり見れるっていうのがね、えー、最高でした、えーねうん <laughs> あの。ずーっとね、あの ま,まだあれかな、僕、30代前半ぐらいにあの、今はクロマニオンズっていうね、河、えー、本宏斗さんのバンドがあるんですけども、その当時は、えー、ハイローズっていうバンドでしてね、名前が。えー、もう30代前半やったけども、宏斗さんの,あのノリがすごいんですよ、もう、もう、なんやろ、もう、ぴょん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 飛び跳ねる。 飛び跳ねるから僕らも影響されて飛ぶんですけども、もうそれがね、もう30超えてたぐらいあたりから僕はもうしんどくて、あの、はっはっはっは言いながらね、見てたんで、あの、これもうちょっと、あの、ね、ゆっくり見れたらなーって、えー、実は思ってたんでね、今回あの、えー、竹原ピストルさん、ゆっくりゆったり見れてね、 良、えー、かったです、ね、でもたった一人で並切ホール超満員にするってすごいなと思ってたらなんか今度来年の4月やったかな今度大阪城ホールでやるらしいですね竹原ピストルさん。あもう1万人クラスですよね。えー、だからそこにそこの行くまでのなんかこういうね過程、えー、をなんか見れたようでね。えー むちゃくちゃゃく楽しかったですね、うんはいえー。まあまあそういうなんやろうね、まあ、竹原ピストルさんなんかは、えー、ワイルドだし、ね、優しいしあのなんやろなまあ過激なんですよ過激なんは過激なんですけどね、えー、過激の中に優しさがあるなんか、えー、歌,詞歌詞とかもねいいんですけども。 えー、あのやっぱり年齢層は高いですね。あのファンのね。うん、僕らぐらいとかが多かったかな。うん、ね。あの <coughs>、まあまあそういうね、ちょっと危険になっちゃったらおかしいけど、匂いを醸し出す、ねえー、なん芸人っていうか、あのーねえー、タレントっていう意味では、 あもちろん竹原ピストルさんも、えー、そっちに入るんじゃないのかなと思ってますし、うん、ね、えー、そうですよだからあのー、ねスパワールド僕山田ジャックがですね、えー、もうなんていうんですか真、えー、骨頂と言いますかね、うん、もうその暑い激、えー、風、ね、熱風の中で。 やる、お笑い、っつってね。えー、多少はね、こう、なんやろう。えー、定着、大阪にね、定着していて、最初にいつもね、毎回、あのー、お笑い老流、初めての、初めての方、みたいな感じで僕、聞くんですよね。うん、ほな、まあまあ、だいたい、そうですね、100人入られてたら、初めての方は30人ぐらい、奪ってやる。でも、あとの70人はもう、えー、ね、 もう知ってるでっていうね方が多いんでまあまあ定着はしてきたでもそれでもやっぱり、えーね、30人は初めて来たみたいなまだまだ伸びしろがあるようなイベントやなと僕は思ってるんですけどねあの <coughs> まあ、これまだ正式にはこあの発表されてへんしあの言っ,たら言ったらあかんことじゃないだから僕のこれもだから。 結局は勘違いかもしれませんけど、僕の今のところの、あの、なんやろね、えー、聞いた話やらの、あの、まだ言ったらあかんのかな。だけど、まあ、僕が感じてるとこによりますとね、やっぱりこの、あの、まだ初めてとか来てない方はね、今のうちに、まあ、山田ジャックのお笑い漏流っていうのを見てた方がいいかもしれませんね。 あのーえー、まあまあ終わる可能性がねスパワールドのお笑いロールが可能性がですよまだあの決定じゃないんですけどもね、えー、ちょっと出てきたんでねうん、うん、やっぱりその何やろうな、えー、売れてる芸人ちょっとおかしいけどね、えー、そういう人名前が行き渡ってる 芸人に,に変えようか、みたいな動きがあるんちゃいますかねわからないですけどね、えー。でもそういう売れてる芸人とかは多分そんな70何度の部屋でお笑いしてくれないと思うんですけどね。あの、僕らやからハングリー精神ちょっとおかしいけど、ね、やからこう、やりますっていうところもあるんですけども、えー、やっぱ僕はこのお笑い料理大好きな 仕事なんんででねね残したいんですよ、ね、なので皆さん、えー、あの終わらないうちに終わ,るえ終わらないうちに是非、えー、ね、えー、スパワールドに来てもらって、あのー、一応ねなんかこうアンケートみたいなとこがあるんですよね、えー、そこでお笑いどう楽しかったわみたいなことを書いてくれたら、えー、支配人が。 あやっぱりお笑いロール愛されてんなってね、えー、残していただける可能性も、まあ、あるんでね、うんえー。そのスパワードです,ですけどね、えー、だから、えー、11月、この週末はね、完全にカットされたんですね。ないんですよね。えー、あのー、うん。まあまあ、その代わりですよ。その代わりですけども、まあまあ、 えーえー、12月はね、平日もあってですね、えー、3日、4日、10日、11日、えーね、これが8時と9時という時間帯でね、えー、行われる。そして、えー、土日も普通に、えー、7、8、14、15日と、えー、ありますんでね、うん、2時、4時、6時、8時とありますんで。えー あれ何やったら終わるとか言いながらもなんか平日も増えてるやんって、まあまあ思いきや、どんないなるのかなみたいなね、そんな結構、あの、噂が流れておりますんで、まだやってるうちにぜひね、まだ見てない方は、面白いと思うんですよ。あのまあ大阪ならではと思うんですね。こんな暑い72、3度ある部屋の中で、汗だらだらかきながら、 お笑い見るってね、<laughs> もう、えー、大阪ならではのね、すごい、えー、アンダーグラウンドな <laughs>、あのー、試みやなと思ってますんで、ぜひね、体感しに来てください。はい。えー、そうそう、それでですね、まあまあ、スパワールドからもね、いろんな僕、つながりがありまして、えー、ね、あのー、 いろんな落語家さんとも知り合うことができましたし、うん、いろんなね、芸人とも、えー、つながりができたんですけども、その中でですね、まあ、あのー、えー、森春っていうね、あのー、<laughs> <laughs> まあまあ何やろな、まあこれ、ラジオで生放送やから、この言葉に気を、 つけないと、ちょっとこの森春の説明っていうのはね、えー、すごい難しいんですよ。<laughs> あのーえー、あのね、まあまあ、ジミー大西さんでね、あのー、この森春を例えるときに、ジミー大西さんを、をぽいっちゃあぽいねんけど、あ、おー、ちょっと、えー、ね、あのー、ジミー大西さん、 売れてないジミー・オニさん、みたいなね。ええー。うん。あのー、やつなんですよ。森春って。うん。あのー、そういう、まあまあ言うたら、あー、ねえ、なんていうし、社会不適合者って言うんですかね。<laughs> あのーあのー、まあまあ芸人しかもうできへんのかな、いうようなやつなんですよ。うん。 うん、あのー、まあまあ人と人えなんつったらいいんかなし人の3分の1ぐらいしか理解力がないもうこれう赤やばいなこれちょっとあんまりここを掘り下げたらやばいわちょっとねあのそういうやつなんですけどもあのー、ねえー、まあエピソード話した方が森脩のこと分かりやすいかなあのー、なんか。 <laughs> このエピソードもやばいな。ちょっと待ってね。えー、せなちょっと、ああ、生放送怖いな。あのー、お肉をね、えー、まあ、友達、近所に、あの、森春のね、住んでる、えー、ところの、近所に、まあ、お肉の卸しみたいなんがあってね、安く手に入るんですよ、兄さん、みたいな感じで僕に言ってきて、あええー、やん、僕、肉好きやし、あのー、 今度そんな安く手に入るんやったらぜひ買ってきてよー言うてね。で、おろ、あの、卸の販売所やからめちゃ安いですよー言って、あ,ーありがとうーって言うて、買う買うーって言ってたんですよね。だなら、あのー、今ちょっと買う買うー言ったのはお肉とかかかってませんからね。これちょっと今、たまたまですから、あのー、なんか落語家みたいにその <laughs>、お肉の話して、買う買おうって言う え、言う、わざと言うたんやったら嫌ですからね、僕もね。え、それだけはちょっと、たまたま、たまたま、そういうね、言葉のゾーンに入ってしまっただけで、え、やめてくださいよ、僕、そんなんちゃいますからね、もう、やってませんからね。<laughs> はい。えー、ね。んで、あのー <coughs>、ね。えー、まあまあ、先輩芸人さんがね、あのー、僕、僕よりも先輩芸人さんが、え、そのあ、森春、そういう、 ね、おろしでお肉買えるんやったら安いやないか、言うてね。えー、ある結構落語家の大師匠の、えー、な、な、バースデーかね、誕生日かなんかの時に、その、ね、お肉を用意したい、言うてね。で、森俊買ってこいや、ってなって、頼めるか言たら頼めます、言って、わかりました、了解しました、いうことで。で、まあまあ、森俊がお肉用意してね、えー、買ってきたらしいんですよ。うん。あ、その、 友達のね、えー、その、自分が顔が効くお肉のおろしやってるところから上がって、さぞかし、まあ、量も、量産あるんやろう、みたいなね。うん。で、えーほんならもう、その、待ち合わせのとこに、もう、その、量が多すぎて、なんか、その、お肉入った、ええー、包みっていうか、紙袋をもう、地面に引きずりながら来たらしいですよね。<laughs> そんな。 地面引きずって、もう髪ぐっちゃぐちゃになって、もうむっちゃぐちゃやんと、そんなんを平気でやるやつなんですよね。ほ <laughs> んで、お前、何にしてんねん、もう袋ボロボロ,ボロやないか、言うてね、でまあなんぼやってん、つったら、まあ,あまあ,、まああのそ、その時のその時の値段は2万円やったんですね。だ2万円、まあまあするなと、正直、その先輩は思ったらしいんです。 うん。なんか、ね、もっとなんか、顔が利く、おろ、ね、あの、しからも、しかも直接友達や、言うんでね。あでも、2万も取るのか、と思って。で、まあまあ、2万払って、森旬に払って。な、まあ、食べたら、さす、やっぱり、美味しい、美味しいのは美味しかったんですって。めちゃ美味しいやん、つって。森にやるなーでもなぁ、って。この量で、2万たかないかー、 ね、普,通普通ちゃうか言うて、なんかな、あんだけあいつ、まあまあ、うちの,その、ね、友達の卸のところから買えるんで、めちゃめちゃ栄養お肉が安いんですよって言うから、あのあれにはなんかあれやな、言ってあのうて、中途半端っていうかふ、普通のこの量にね、そ、え、ぐ、ー、あった値段やな、あいうことでで。 あねあのー、後日、森衆にね、お肉ありがとう、まあまあ、あの美味しかったけど、まあそんなあれやったなっ、あのー、思った以上に量は少なかったな、言って、あれ、ちゃんとお前、言うてくれてたあのその友達のおろしのところから買ったんかって言ったら、い,いえ、って <laughs>、え、お前、どこで買ったのその肉言ったら イオンで買いましたって。なんでやねんお、お前に頼んだ意味ないやろってね。イオンやったらどこで誰でも、どんな人でも買えるやろ普通にってね。のその辺がもうお肉をね、えー、買ってこいって言われたら、ね、どこの普通のお肉屋さんで、えー、買ってくるということを平気で、 やるやつなんですよね。<laughs> やるやつって言ったらおかしいけど、その、もう <coughs>、うん、ちゃうやろと。お前に頼んでるってことは、そういうことやろっていうのがね、わ、えー、かってないやつなんですよね。うん。ねまあ <coughs>、ここまで言ったら、だいたいね、えー、あそういうやつなんかって思ってくれたと思うんですけども。 で、まあまあ、そういうやつやからこそ、なんかこの、なんか僕はね、なんかその、可愛いって言ったらおかしいけど、まあ可愛がってるんですよ、森春のことを。で、えー、もうみんながあんまり舞台とかにもあげたら、あげ、その森春を、そのね、えー、舞台にあげる方向にはみんなが持っていってないんですよね。うん、だけど、 僕は気に入って自分のね、自分の主催ライブやから別にそういう、それはできると思ったんで、僕の主催しているライブで森春をね、あげたりとかし,したんですけど、これがね、結構ね、あの、あの、意外に意外に、芸人側からはね、ざわつかれてましてね、え、あの森春兄さん、 舞台にあげたんですかって、どんな扱いやねんって思われるんですけども。えー、それぐらいなんかこう芸人からも、あの、やばいと思われてるね、森春を、まあまあ僕は普通の芸人扱いしてというか、まあまあ舞台にあげてるんですけども、なんかあるやろうな、こいつなんかまあ、そういうやつやからこそなんか、なんかね、あのー、あるんちゃうかと思ってたんですよね。 あのその、うん、なんやろうこの絵,絵がうまいとか <laughs> あのアートに長けているとか <laughs> 言い方気ぃ付けないまあまあね <laughs> ほんならねこの前びっくりしましたよリスナーさん森春やっぱりすごかったんですよこれねあのたまたま先あの今週のね、えー 三崎公園で発覚したんですけどね。あまあまあ、三崎公園で僕と、えーね、あの桂銀次郎とね、えー、で森春の三人で三崎公園あの入ってたんですよ、その日はね。そうしましたらね、なんかこう、三崎公園で発覚したんですけど、何が発覚したかというと。 なんかあの別の仕事でその銀次郎と森俊はね、あのー、設営っていうんですかね、そのいろんな、まあまあ言うたら芸人やから、舞台の表のことも裏のことも知っとかなあかんという理由で、えー、そういう、まあまあ設営の仕事を結構、あの、やってるんですけども、あのー、橋幸夫さんとかね、そういう感じの、あの、まあまあベテラン演歌歌手とかが集まってる、 コンサートとかの何て言うんですかね整備の仕事とかねお客さんを案内する仕事とかあとそのペンライトを売る仕事とかねあの皆さんそのえ本番ね演歌で盛り上がったらこうペンライト振るでしょあのペンライトをこう会場でさば,さばく仕事と。 で、あと、その、なんか、あの、記念のね、えー、モナカを、えー、買ってくださいっていう売り子とね、いろんな、芸人でもまあまあ、そういう裏方、いろんなことをするんですよね。で、それをしてたらしいんですよ。で、でも、もう、銀次郎なんか、あいつむちゃくちゃもう、達者やから、もう、ペンライトも売るわ、もう、モナカも売るわ、みたいな感じで、もう、あね、えー、完璧にこなしたんですけど、モリシュンは、 全然売れない。もう,う、ペンライトも売れへん。モナカなんて全く売れへん。ね。で、こいつやっぱあかんなーみたいな感じだった。ポンコツやなーいう感じだったんですよ。でもあのー、その時にね、やっぱりこう、あのー、なんで売れへんかって言ったらおかしいけど、普通ペンライト売らなあかんから売るじゃないですか。でもその森氏の場合は、 その橋幸夫のコンサートを普通に見てしまうんですね。<laughs> そらあかんやろって思うんですけど、その、まあまあ、その、ね、普通仕事が終わって、さばき切ったら、あの、見て,て見ててもええよっていうことよらしいんですけども、森春はうらんとね、えー、そのコンサートを <laughs> 見てたらしいんですよ。うんで、 えー、そのね、まあまあ、橋幸男さんと、あと、あのなんか作,詞え作曲家の中村康史さん、中村太志さん、あのもうね、えー、年の人いますやんか、あの人とか、いろんな歌手とかのなんか、えー、コンサートやったらしいんですけども、まあ、それを、えー、ペンライトもさば,さばききれんと、ぼーってこう見てたんですって。 で、そのことを、三崎公園で、えー、銀次郎とかにね、お前、まあ、全然売れへんかったやないか、兄さん聞いてくださいよ、て俺にね、こいつ、こいつ全然売れなかったんですよで、っていう話をしとった時に発覚がしたんですけども、あのね、森春ね、あの、なんていうんですか、その、コンサート中の、橋幸雄さんとか、まあ、中村康さんとか、そのね、 あの、歌じゃなしに MC、まあまあ、プロ,プロの人やから、こう MC 入るでしょあのね、MC の部分がね、一回聴いただけで頭に入るという能力があったんですよ。すごくないですかあのー、なんかこう僕、僕はその能力ないからできないですけど、あのー、まあ、例えば、橋幸夫さんでしたらね、こうな、なんでしとしとピッチャンしとピッ みたいな感じでこ MC の時にね、えー、あのー、五木ひろしも森進一も頑張ってる俺もまだまだ頑張らない「人、えー、とぴっちゃんとぴっちゃん」ってこうなんかこう人人ぴっちゃんとぴっちゃんを入れながらこうなんかこう MC をしていくんですってそのね MC 中の MC 橋幸夫の MC を一回そのライブ見ただけでコピ完全に頭にコピーされてるんですよ。 すごないですかいや、すげえな、お前言うて。で、その場におったから、その、銀次郎はその場におったから、もうその、森春が、スラ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 で喋っていく、その、なんで、あの、言葉が一言一句間違ってなかったって言うんですよ。見てるからね、銀次郎はその場におって。お前よ、そんなん、メモも、あの、練習もせんと、スラスラ出てくんなー、言うて。んで、 いやその作曲家の中村康さんが、あの、新曲の宣伝に、その橋幸夫さんのライブに、ライブ中かコンサートに、えー、友情出演してたらしいんですよね。その時もね、こう、なんかこの中村康さんがね、えー、こうみんなありが、なんかこう独特の関西のノリでね、みんなありがとう、ありがとう。若い若い言われてももうな、何歳や思う俺、もう、80やで。え、若いありがとうな、みたいな、そういうなんか、 独特の言い回しの MC 入るんですってそれをねもっと今言ったんじゃないもっと長いですよそれをね森ン全部言えるんですよすごないっすか、ね、なんでお前そんな覚えれんのって言ったら興味持った人の、あのー、やつは頭に入るんです言うてねいやお前すごいな言うて。 うん。だから、あのー、ほんでね、そこでね、あのー、その日たまたまお客さんが少なかったんですけど、お客さんでね、えー、その入場料が300円いるんですけども、その三崎公園、えー、そのま、お孫さんだけ入らせて、自分は、その、表でね、あの、待ってる言う、言うたら、若いおじいちゃんがおったんですよ。 えー、その人がね、ちょっと島田信介さんに顔が似てるというね、特徴がある人で、えー、ね、えー、で、まあまあ暇やから僕ら、芸人に喋りかけてくるんですよね。まあまあ特徴ある、すごく特徴がある喋り方やったんですよ、そのおじいちゃんが、お客さんが。ほんでもう、ブワーっと結構お孫さんが遊んでる1時間ぐらいずっと僕らに、 構ってくるんですよで僕らもまあまあ芸人やから愛想笑いでこう,うわーって返しとって喋ってたんですけども森春がそのおっさんをねじーっと見てたから森春お前さっきのあのー、もう帰ってからですよもちろんね、えー、そのさっきおった新助し師匠のものまねで,できるか言うて言ったらまたこれがスラ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 出てくるんですよ。完コピ。 もう、なんかきあの、あの、あの、俺ちょっと出てきて、僕はできへんからね、そういう能力ないから。なんか、まあまあ、その、鎌倉の大仏見に行ったりとかね、えー、ね、そういう、あちこち行ってるんや、いうね、えー、もう、その、 まだ足動くうちはいろんなとこ、あの、巡らなあかんで、みたいな話をね、兄ちゃんが若いんやからもっともっと、いろんなとこ行かなあかんで、日本全国いろんなとこがあんねんから、みたいな感じのことをこう、言うてくるおっさんやったんすよ。おじいちゃんやったんすよ。その言い回しとかをね、全部あいつはできるんですよ。すげえな、あえて。で、で、それは、その、その1日前に、僕のその彼女のね、 さとみちゃんの誕生会を僕の家であのやったんですよねその時にま,あまあ花毛のおばちゃんとか花毛のおっちゃんとか花毛とか来たりとかしてこうビッグ・ベンも来てこう祝てあのとみを祝ってくれたんですけどまあその時に花毛のおばちゃんとね森進を結構僕いじって遊んでたんですよなあの三崎公園で「えお前興味持ったやつ人の話全部頭に入ってんのか?」言うて。 ほなこの前の日曜日の、あ、鼻毛のおばちゃんできるか言ったら、これがまたね、頭に入ってるんですよね、鼻毛のおばちゃんの。口調が、あの、テンポとかはさすがにちょっと似てないんですけども、あの、言った言葉、口調っていうんですかそれはね、もう完璧にね、ブワーって、あの、出てくるんですよ。これ、意外なあれでしたね。あの、発見でしたね。 はもう天才見つけてしまったもてね。お前もうネタやらんでええ。言うてね、今度から舞台で。もうその、それやってくれ、今度から。<laughs> 言うてね。あのー、まあまあ、すごいの発見したんでね。ぜひ、12月ね、今度僕らライブやの24日、クリスマスイブにあるんですけども、ご予定ない方はぜひクリスマスイブ、山田ジャック一座と過ごしませんかというね。ちょっと告知を挟んでみましたけども。はい。<laughs> えー6えー、6時45分。あのー、まあまあね、森純も愛すべき存在なんですけども、まあまあ愛すべき、僕が結構ね、変わった人とか、なんかこう、好きなんでね、その中にですね、あの謎の社長 H という、えー、僕の、 えねあのー、表の仕事というか裏の仕事といいますか闇営業といいますか <laughs> ど,れがもうどれが闇営業か分からへんけど僕、介護福祉士今年取りましてですね、えーまあ、そ,それまでにもうずっとお世話になっている、あのー、介護の仕事の方の、えー、社長さんがい,いてね。 謎の社長 H という名前で僕はいじってるんですけども。まあまあ、なんやろ。普通、皆さんはどうか知らないですけど、普通ね、なんかこう、会社とか自分の勤めてるところの社長とかって、あんまり好きくない人多ないですかね、あの、 まあ社長っていう立場でも面めんどくさいなとか思って、あんまりこう、あの、プライベートは避けるみたいな、できるだけこう電話かかってきてもドキッとするみたいなね。えー、僕もアルバイトやってる頃とか、と頃とかね、えー、あの、あんまりこう上、上の上野って言ったらおかしいけど、その、社長とかには、どっちかだ煙たがられた方なんで、えー、あんまりこう、 ねえー、できるだけ仕事以外は合わへんでおこうみたいなんですけどもん、この謎の社長 H はね、結構僕のことを可愛がってくれるというか、面白がってくれててまして、僕も謎の社長 H はプライベートでもめちゃめちゃ会いたいって言ったらおかしいけど、好きなんですよね。えー、それが前提に喋りますけど、あのー、まあ、えーきえー、の、なんていうの、す、好きやからこそ、まあまあ、 ねえー、なんか、友達の延長線上のね、えー、社長なんで、えー、不意に仕事がない時に遊びに行こうと、えー、あの、こじつけてね、前帰りでもさせてもらおうとか思ってね。<laughs> えん、ー、で、えー、この前、あの、昨日ですよ、昨日。あの、謎の社長 H の事務所にね、行ってきたんです。な、まあ、言う、言うても、言うてもですよ。従業員ですやん、僕。ね。 だから事務所に行くのは当たり前じゃないですか。で、ま、まあ、まあ言うたらおかしいけど、その、ね、まあまあ、頑張ってやってる方なんで、えーね、自分で頑張ってるっていうのは嫌なんですけど、その、ね、歓迎みたいな、あるじゃないですか。あ、ジャックさん来ましたかみたいな感じでね。あのー、まあまあ、歓迎はしてくれるんですよ。うん。ね。えー、こう出してくれたんがですね。 あのティッシュの上に、えー、ジャコ乗ってるんですよ。じゃこ、じゃこで、食べるお魚みたいな、あ,あるでしょ乾きもあれをね、出してくれたんですよね。<laughs> <laughs> <んで笑> じゃこじゃこボリボリ食べとったんですよまあまあうまいんですよね <laughs> あれでもお皿もなしにティッシュの上にあの一袋ザラザラザラってこうであっ入れすぎたわみたいな感じのことを言われながらでまだ、あ、食っとったらうまいからあのボリ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 食べるんですよしゃべり持ってほんなんまあまあなくなってきますやんほんなん俺もあ「もうないですよ」っつったなんまたその袋から。 ザッサッザッザッみたいな感じで出してくれてあ入れすぎたわってい,いちいちこの入れすぎたわみたいなこと言うんですよねでまだまあおしいから食べるじゃないですかまだなくなってあなくなったなまたザッザッザッて入れてあ入れすぎたとか言うて <laughs> ケ,ケチかお前はって思いながらあのーあのー、まあ美味しいからねコーヒーも出してくれるんですよコーヒーもね 嬉しいじゃないですか僕ブラックコーヒー好きなんでまたまあまあ僕いつも指摘するんですけどコップに対して入れる量が少ないんですよまあまあそれはもう慣れてるんでおかわりしたらえい,いだけやからあの量の問題じゃないんですけどでまあまあコーヒーいただき持ってじゃこつまみ持ってしゃべってたんですねでコーヒーまああの女最初に一杯目が量少なかったんでもう飲んでしまって えー、次、あの、お代わりお願いします。で、もう最近僕も自分が言うようにしてるんですよ。お代わりください。言うてね。な、あの、コーヒー入れるんですけど、何やろな。なんか引っかかんねやろな。謎の下、長栄一は。コーヒー、コーヒーなんか少ないな。コーヒーす、もないな。とか、なんかこうブツブツ言うながら。あのー、牛乳で、 傘増しててもいいですかっ <laughs> どんだけ、だから、めっちゃ歓迎されてないやん、俺。<laughs> なんかいやブラックコーヒーが好きやからね、えー、牛乳で傘増されては、あんまり嫌なんですけどね。あの、んで、ほ <laughs> んで、じゃこ、じゃこもね、この、このじゃこ高いんですよ、言うて。 まあまあ、ジャコとか、ああいうの結構、まあ値段言ったら、やらしいけど、まあまあ、すいません。これね、あの、300なんぼしました。300円以上しました。言うてね。ありがとう。で、まあまあ、喋り持ってパクパク食っとったから、ほんなら、もう、ね、気前よく、あ、入れすぎたわ。言いながらも、入れてくれとったんですよ。まあまあ、でも、ええー、 あ全部ね、もう食べきったんが、最後ね、いろいろ喋ってさ、まあ僕も帰ろうと思ってね、えー、あもう出すもんは出してくれたなぁ思って、えー、ちらっと見たらね、まだちょっとだけじゃあこう自分の分確保してたんですよね。<laughs> <laughs> そこは僕見逃しませんでしたけど <laughs>。 あ自分の分確保してるって、ね、思ったんですけどまあまあねいやいいですよカルシウム取れましたから <laughs> あの、ねえー、<laughs> だからそれぐらいねあの昔はね謎の社長 H はねようんかご馳走してくれたんですよ、まあ、お父さんあの、ね、お亡くなりになったんですけどお父さんがねもうまあ豪快な人でそれこそ昭和の。 えー、生き方の豪快なお父さんで、まあ、謎の社長、H も、そのお父さんもひっくるめて僕、可愛がってもらってたんで、えー、まあまあ、いろんなとこ連れてってもらってね、もうそのお父さんが絶対、高、あ、仁、のー、歌うんですよ、気持ちよくなったらスナックとかで、泣いてもええかっていう歌ね、えー、それ歌いはるんですよ。えー、で、えー、まあまあ、それが、えー、お父さんの思い出もあるんかな。 えー、引き継いで謎の社長 H も酔っ払ったりとかしたら泣いてもええか歌いはるんですよねうんまあでも僕ねっのティッシュの上の蛇行、えー、牛乳で傘まさま,ま, <laughs> まさされようとしたコーヒーね、えー、泣いてもええかって僕が言いかけたんですけども、えー、綺麗なオチでした <laughs> えねえー、でも、まあまあ、あの、介護のね、このラズの社長 H は、ほんまに、えー、まあまあ、芸人やからっていうのもか、あの、関係なくね、ええー、うまいことやってくれてるんで、えー、ね、まあ、まあ、あれですよ、11月も終わったん、ね、で、12月ぜひね、これはまあ、期待してね、ええー、あの、まあまあ、ボーナス、 とは言いませんもう、ね、それはもう苦しいの分かってるからもう言いませんえー、ね、えー、もうほんま数し程度でいいんでね是非期待してますよえー、決して泣いてもええか歌わんようにね歌わんでええようにしてほしいなと、えー、正月は、えー、思っておりますはーいえー、ねえ さあ、ほんまにスパワールドもね、もう、続けられたら続けたいからね、ほんとにもう、あかんかん、もう仕事が、三崎公演もうだって26日で終わるし、もうなんかもう、やばいやばい、もう終わりまくるぞ、俺。<laughs> ねえ、えー、えー、ねえ。 そうですね、えーえー、ぜひ、えー、土曜日、えー、12時半から釜玉うどんさんの熱盛レディオを、ねえー、聞いていただきたいなと思いますね、あのー。なんかこのおつかレディオのリスナーさんがね結構釜玉うどんさんの熱盛、えー、レディオもね、えー、聞いていただいて。 でなんかいい感じの流れがね、なんかすごい、あのー、その、かまたまうどんさんが経営されてる、あの、お店の方にね、ば、あのー、カフェバーの方に、結構流れて、結構落ちたかもしれないけど、また、二人目来てくれましたよ、みたいな感じでね、えー、あのー、なかなかね、このラジオ騎士は、まあ、言う言うまあ、言うても、まあ、まあ、ね、あのー、ローカルな、ね、ラジオ放送局聞いて、なかなかそのお店に来る、 っていうのは、まあ、難しいなぁとは思ってたんですけど、それがね、もうまだ始まって1ヶ月も経ってないのに、もう2人目のお客さんが来店したということでね。 えすごくいい流れが釜玉うどんさんの方には行ってると <laughs> 僕の方にはね、僕がここでなんぼ、えー、宣伝してもね、なかなか僕のライブにはお客さんが、えー、ラジオ岸和田聞きまして、お疲れ様のリスナーです、言うてね、来てくれるの僕は夢見てるんですけど、まだないですね。えー、ぜひ、あの、えー、ね。 えー、本当に次は、えー、12月1日が TJ ブルースね、日御橋アワーズルームです。あ、そして、えー、ちょっと、開、えー、けて24日クリスマスイブは、えー、ナンバー白芸の方でね、えー、やりますんで、ぜひ、これ12月はその2つだけですからね、まあ、あの、えー、ライブ、僕が本芸をやるところはね、えー、ぜひ、見、えー、ていただきたいなと。 思っております。えー、っていうことで、えー、背伸びしたら、ぐってボキボキってなりました。えー、ね、えーえー。でもこうね、やっぱりこう、邪子の影響かね。<laughs> カルシウム取れてね、えー、いい感じになってますんで。えーえー、何べんも思い出してきたら、こう、泣いてもええか、歌いたくなりますんで。<laughs> えー <laughs> それでは皆さん、えー、今週お聞きくださってありがとうございます。来週も、えー、生放送ですね。二、え、十、ー、28日よろしくお願いします。皆さん、お疲れ様でした。